藤原氏通りは平安時代後期の苦業。藤原北家、関白、藤原諸真の着難。官位は、十一位、関白、内大臣。上宝三年、県大納言、藤原春家の娘である政子を室に迎える。上略二年に、長男、忠実が生まれるが、その後、政子とは疎遠となり、藤原信長の幼女である信子と再婚した。これは、 寄り道流と乗り道流による、石関家内部の長年の対立に終止符を打つ、意味合いを持つものだったかもしれない。しかし、離婚された雅子は、し通りと信子を恨み、暴風、春家の画像を描かせて礼拝し、死通夫妻を呪ったという。漢字8年、諸ザの後を継いで官白に就任すると、白川上皇から自立して、申請を行おうとしていた堀川天皇と共に、 積極的な政務を展開する。陰性が制度として確立していない当時、成人の天皇と関白が緊密に提携していれば、上皇が権力を振るう余地は少なかった。指導理は、織井のみか、どの門に車立つようやはあると公言したという。指導理は、大江政房に学問を学び、政房に代表される伝統的な実務官僚層を掌握する。一方で、 信仰の陰近神勢力に対しては、警戒感を示し、藤原謙貴の邸宅を身分不相応だとして、破壊したという話が伝わっている。また、上皇が、近神受領を、受領後過程を経ずに住任させようとしたのを、制止している。その政治は、家法、永長の間、天下宿前と賛美された。家法2年、身の守る、原義義綱の流罪を求める延暦寺。 日吉社の豪祖に対して要求を拒否した上で、源の寄を派遣して大衆を撃退した。この際に、矢が山荘、新人にあたり負傷者が出たため、延暦寺は朝廷を図阻した。聖徳三年氏通りは、悪僧をわずらい八歳で休止する。市通の政権はわずか五年で終焉し、延暦寺は、神罰が下ったと懸念した。 またこれとは別に、白川上皇の命による、新言像の図書があったとも伝わる。後継者の忠実は二十二歳とは書く、官職も、未だ健大な言で関白となる資格にも欠けていた。引退していたモロザネにも忠実を支える余力は、なかった。死痛が有能であっただけに、それを失った、石棺川院に対する従属を余儀なくされ、その勢力を大きく後退させていく。 性格は豪直で気が強く、真面目で物事の道理を重視する性格であったと伝えられている。また体育も立派であり、歴代天皇のおものである現状という美琶を引いた際、美琶がまるでゴミのように小さく見えたとの話が伝わっている。その一方で、若い頃から健康問題を抱えていたらしく、指数の日記である五二条指数記にも漢字三年頃より、 体調不良の記述が見られる。その一方で、亡くなる11日前まで日記が書かれていることから、本人にとっても突然の死であったことが伺える。日記にご二をし通記がある。日付イコール旧歴。ありがとうございます。